皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はアメリカのタコベルで売っているナッチョフライズの紹介をしたいと思います。期間限定で売っていますね。ナッチョチーズのソースもあります。美味しそうなフライドポテト、香りはケージャンフライズみたいですね。いただきます。超美味しい。もちろんフライドポテトの味がして、ちょっとしたスパイスもあります。出来たてっていう感じはしませんけど、美味しさは抜群です。それではナッチョチーズをつけて食べたいと思います。ナッチョチーズをつけて食べると美味しさがさらにアップします。ソースの方にもピリ辛感があってマジでいいです。この味はハマってしまう。チーズもとろけててベリーグッドです。このチーズとポテトのコンビネーションが最強ですね。驚きですね。ダブルに食べたいと思います。ダブルに食べると幸せですね。こういう食べ方は永遠に続きますね。1個がもうなくなっちゃいました。点数は間違いなく100点満点。迫力なテイストだし、超美味しいレベルですね。チーズも最高でした。今ハンバーガーがマジで欲しいです。ユニークだし癖になってしまいます。期間限定ですけど、こちらをおすすめします。タコベルのレギュラーメニューにしてほしいです。タコベルのナッチョフライズの紹介でした。次回お楽しみに。じゃあね。